こらゆきね、時に頼りなく、心は揺れる、あは。こらゆきね、心まで白く、染められたなら、あは。こらゆき、こら、こらゆき、こら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 ゆき。どうも、ホニーです。皆さん、今日も正直やっていきましょうということで、お相手の方なんか通信不調じゃないですか？まあ、寝させて、させてるか大丈夫かなとは思うんですけれども、切れないようにだけお願いします。ということで、皆さんやばいです。最近ですね、もうね、もう心とね、体となんかいろいろが、もう安定してきちゃって、これでいかんと思って、もっと刺激をね、求めてね、いろんなことしないとね、ダメだなと思って、これね、ダメだね、人はね、安定してしまうと、こう、安定に、心地よくなっちゃってて、もうね、これはもっとこう、野望を抱いてね、ガンガンやらなきゃ、チャレンジしなきゃなと思って、ちょっと反省しております。最近もっとね、いろんなことやんなきゃなと思っております。ということで、お相手の方は、格闘を攻めてきてるんですけど、こっちはね、格闘じゃなくて、こっちは玉刀を攻めていこうと。はい、格闘はね、玉の場所から遠いので、こっちはね、ダイレクトに、玉刀を、これはもうどうしようかな。封つくんですかね、一回。ここの封ついて、ここも封ついといて、景気づけについといて、そこで、もうね、玉刀戦に持ち込むので、格の頭は守りません。もうね、取ってください、この封。取ったらもうこっちは行きますよと。ね、玉刀に狙いを定めて、桂馬跳ねちゃって、銀逃げたら封とかですかね。あ、角を取ってくる。でもこれ一回封、あ、じゃない、あの、王手で入るんで。で、これで封を打つ。あ、封打たれるのね。封をこっちもね、打つかなと。封を打って、ここでね、なんかいい手ありそうなんですけどね。どっちだこれは。玉刀に打つか、桂刀に打つか。ま、桂刀ですか？玉刀に打ってね、飛車打つっていう手もあるかなとは思うんですけど、まあ、桂刀に打っとくのかと何ですかね。こっちの桂もね、跳ねるって手もありますね。一回封もらう？一回封もらうか。一回封もらっといて、二歩持っと、あ、これはちょっと逃げといて、二歩持っといて、まあ、桂馬で取られるんですけど、こっちのね、玉の近くで戦いを起こせば、これで桂取って、で、もう一回封打って。で、銀取ってきたら、まあ、向こうの銀取って、勝負って感じですかね。おお、取ってくる。なら、これで、飛車打ち場所もなんか閉じ込められそうですし、一回は、歩つきますか。ちょっとね、この金が飛車道を、これ取って、飛車がね、ズンとこう開いてきたんで、次あたりは、4、3、銀とかぶち込むんですか？うん。こっちもね、反撃がね、ちょっと結構きついんですけど、お前の方もね、玉が裸なんで、これは一回受けないと、一手詰めですね。さて、どうなっていくか。一手差みたいな感じですか、この感じは。うまく寄せないと、こっちも反撃が苦しい。これも詰めろですね。やばい。これは詰みが、詰まないと結構厳しい感じですね。これで、合駒してもあれなんで、これで飛車打って、結構もうこれ、寄せ、詰みそうですけど、お相手の方。これで落ちて、銀を被せて、打ってって、で落ちて、銀なって、で33に桂馬が打てるので、勝ち！やった！始まったばかり。ああ、雪に心まで白く染められたなら。ありがとうございます。はい。ということで、お相手の方はね、格闘を狙って、こっちは玉刀を狙ったという戦い方ですね。まあ、駒損するんですけれども、相手にね、時も作らせてしまうんですが、こっちはね、玉刀で戦ってるので、戦ってる場所が、まあ、違いますよという主張でございますね。で、ここでね、ちょっと銀打ったんですけど、これ、金で取られて、同歩とした時に、こっち玉詰んじゃうので、割と、この銀打ちは、まずかったかもしれないですね。うん。かといって、どうするっていう、感じなんですけど、まあ、逃げてくれたんだね、飛車もね。逃げて、飛車打って。で、あとは銀打ちで、ここで詰みが発生していたということで、まあ、なんとか、勝てたんですけど、ちょっと6、7銀がどうだったのかな、っていうところがありますね。はい。いや、ちょっと難しかったですね、最後。こっち負けてたかもしれないですね。はい。ということで皆さん寒くなってきたので、ね、体調には気をつけてね、という話でございました。はい。では、今回もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。本日でございました。またねー。